ベトナムを訪れている安倍総理大臣は中国の習近平国家主席と首脳会談を行い、北朝鮮への対応で緊密に連携していくことで一致しました。安倍総理としては北朝鮮に影響力を持つ中国を国際社会の包囲網に引き込む狙いがありました。北朝鮮情勢がですね、重要な局面を迎える中、中国の果たすべき役割は非常に大きいわけでありますが、日中の連携を深めていくことで一致できました。また安倍総理はアメリカと中国の首脳会談について、経済的な圧力強化を含め非核化に向けた努力で一致したことは有意義だと歓迎する意向を伝えました。一方、会談では日中関係の改善の兆候が見られました。安全保障の分野では東シナ海での衝突を回避するための連絡メカニズムについて早期に運用できるよう協議を進めることで一致しました。経済では習主席が提唱する一帯一路の構想について改めて安倍総理が理解を示し、日中がビジネスの分野でも協力すべきという認識で一致しました。また来年の安倍総理の中国訪問とその後の習主席の日本訪問についても前向きに検討することで合意しました。